こんにちは、速稼塾の久保です。バイナンスが業務停止命令を受けまして、イギリスではもう営業ができないってことなんですかね。まあ、ただね、これインターネット上の銀行ですから、ワールドワイドですもんね。どういうことなんですかね。イギリスからのアカウントは取り扱わないでくれってことなのか、それから日本も金融庁から警告が出てますけども、まあ、そもそも金融庁が許可を出していなくても、こういうやり取りは別にどこでもできますからね。暗号通貨の取引所っていうのが2000とか3000とか世界にはあると言われていて、まあ細かいものまで数えれば万っていう単位であるんですけども、じゃあその全てに金融庁が許可を出せるのかって言ったら、そんなこともないですしね。現在金融庁が許可出してるところって日本で上場してる11社ぐらいですか。そんな限られたマーケットになってしまう。海外のもあるかもしれませんけども、そもそも金融庁が許可を出そうか出すまいが、暗号通貨のやり取りは別に自由にできますもんね。ただ資産の報告をしろみたいなことは厄介ですよね。暗号通貨を大量に保有している人が日本の金融庁の管轄外の取引所なりウォレットに入れてるとして、それをいちいち報告するんですかね。それこそタックスヘイブンみたいな、そんな国の銀行、暗号通貨の取引所に資産を入れてしまって、そこで現金化して、そして迂回して迂回して迂回して日本円にする、もしくは日本円にせずにクレジットカード決済など別の決済手段を通じて、まあ、現金を使わずにね、処理して最終的な決済をそういった資産、混合資産に委ねるということも考えられたら、これどうなるんですかね。まあ、いわゆるね、その例えば日本という国では基本的に日本円でしかやり取りができない、そんな時代でした。アメリカではドルでしたよね。でも東南アジアでは現地通貨が使えたり、でも米ドルが使えたり、ペソドルが使えたりとかっていう風に、まあマルチカレンシーだった部分もあるのかなと思うんですよ。それが今暗号通貨という、価値の交換を媒介する疑似通貨によってですね、デリバティブによって、まあ、今特に中央官庁の規制が必要なくなってきたということなんですよね。それをなんとか後追いで規制しようと思っているところが、まあこのいたちごっこの始まりですけども、そもそもこれ、資産を持っている人の報告なしに把握することってできるんですかね。かなり難しいんじゃないかなと思います。そもそもこのビットコインをはじめとする暗号通貨っていうのは中央集権でないから、これどうにもできないんじゃないかなと思うんですよね。その代わりユーザーには何の保証もない、保険も効かないっていうところが、まあ悩ましいところだと思うんですよね。これからバイナンスは G7 の対中包囲網によっておそらく様々な国で使用が禁止されるんじゃないかなと思うんですよ。ただ禁止されたからといって、そこに強烈な罰則規定とかがなければ、暗号通貨の投資家さんとか暗号通貨に資産を返還してる人っていうのは、まあ、相変わらず保有し続けて取引して、まあ、自分の資産を有利に導いていくんじゃないかなと思いますよね。財務大臣の麻生副総理は自分でもビットコインをかなり多めに保有してるみたいですけども、この辺はどういうふうに歌うんですかね。まあ、もちろん今でも保有してるかどうか分かりませんけども、まさかまた上級国民だけ特権があって、一般国民からは暗号通貨、暗号資産というものまで取り上げようとしてるのか。今でもね、課税額がやっぱり高いですから、いわゆるいろんな方法で這い上がろうとしてる人のはしごを外し続けてるというね、そんな既得権益の意向が見え隠れするわけなんですけどね。今日のビットコイン380万、イーサリウム23万、そしてエイダ147円、リップルが71円と、リップルはもう見る影もないですね。これはもう完全に退場じゃないですか。リップルは、100円を上回ることってもうないんじゃないかな。でカルダノはさすがに踏みとどまって一時期130円台まで落ちたんですけども、今後200円1000円を目指す兆しはあるかなと。プロジェクトが控えてますからね。それからイーサリアムは7月にビッグプロジェクトがありますんで、こちらの方の送金手数料の軽減化ということで、
ここからね、徐々に100万円に向かっていってくれるんじゃないかなと期待しております。で、ビットコインはちょっと分かりませんね。ただ8月に入った頃にはまた500万円台を回復するというふうなね、そんななんか占いみたいな予言もありますんで、私はそうなるんではないかなというふうになんとなく思ってます。まあどちらにしましても取得単価が低いんで、結構な含み益を持って臨めるのがこういった暗号通貨のね、長期ホルダーのいいところですよね。少なくとも4年前5年前から参加している方は特に頭を痛めているような資産状況になってないんじゃないかなと思います。と同時に、ここ 1,2 年で参加した方っていうのは戦々恐々としているところがあるのかなと思うんですよね。はい、じゃあこんなところですか。あのいろんな多分動画を皆さん見られて、上がるだろう下がるだろう、いろんな説をね展開させている人の話を聞くと思いますけども、こんなの分かりませんからね。分からないけど確かなことが一つあります。ビットコインにしてもイーサリアムにしても、買う人が増えれば値上がりする、売る人が増えれば値下がりする、ただこれだけなんで、私はどちらかというとポジティブなニュースをねこう発信することによって、多くの人が狼狽売りをするのではなくて期待して買うっていう方向にマインドが向くことを願っております。それでは失礼します。